おい、何回答えんねん。よっしゃーよっしゃーリンボーです。おーい姉さん、はい、せーわ正解。おいや、ちょっと待って、なんか久々じゃない？久々、みやびですか？いやいや、そのなんか全体的に姉さんとか本当久々じゃないですか？久々だし、この席初めて。あ、一番近い席ですか？まあ、離れてもらっていいですか？なんでなんでなんで今やっぱだんだんその、僕やっぱ推しが隣にいるみたいな、うんうんうん、はい、今推し不在なんで。おあー、ちょっとすいません違います。面と向かって言いづらいんですけど、違います。だっけ今本当もう推しがいないんですよね。はい、今だからもう2000周回って今あのひとみちゃんです。さあ、じゃあまずもう本日の企画参りましょう。はい、本日の企画はこちら、世界の何でも2位ランキング。何でも2位ランキング、はい。ルールを説明します。国内外に関わらず様々なジャンルからランキングを出題します。ランキングはあくまでもお題だけを発表いたします。そのお題のランキングがどんなものが2位なのか当ててください。うん、なるほどね。まあ、例えば、まあ、人口が多い国ランキング2位とかを当ててくださいとか、多分そういうことだよね。そうですね。で、ちなみに今日いる皆さんは、サイバー女学院で の、うん、あのトップ5のメンバーなんですね。先生に言うと。あー、なるほど。言うとで、回答のチャンスは1人2回。正解数が多い人の勝利です。うん、1位を当ててしまった人は罰ゲームポイントとして加算し、最後に罰ゲームを失敗いたします。やだって。なるほどね。じゃあ例題やってみますか。あ、じゃあちょっと例題ちょうだい。2022年の最終ランキングで、女性が、一人暮らしの女性が買いたいペットランキングの第2位。うん、なるほど、なるほど。正解です。強っ。だってもいいのね、これ。強っ。何、すごい。1位犬ででしょ。強っ。俺らに考える隙間がないぞ。始めていきたいと思います。よし、第1問。はい、日本で多い名字ランキング。うわー、はい、はい、2位ですよね。2位です。どっちが早かったですか。あ、アントニーさん。鈴木。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアントニー。正解。イージーさと、イージー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 。じゃあ第2問。はい、都道府県小さいランキング、面積の小さい県はどこですか。第2位。第2位。うわー、はい、はい、かなさん。沖縄。違います。はい、ちあいさん。愛媛。違います。はい、あとみさん。島根。はい、はい。お、かなさん2回目ですけど大丈夫ですか。何回目でしたっけ。2回。2回。あ、で、1回みやびさん。香川。違います。はい、群馬。違います。はい、はい、鳥取。違います。はい、もうダメだ、2回答えちゃった。待って、もう、はい、答えお願いします。大阪府です。まあでも確かに密集してるもんね、大阪って。そうなんだ。マジか、全然わかんない。1位はちなみにどこなの。香川です。香川、誰か行った。行った。おい、罰ゲームポイント。罰ゲーム。おいしゃい。めっちゃいい問題。では第3問、国内興行収入映画ランキング
の第2位。はい。え、はい。千と千尋の神隠し。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。よっしゃー。アイシェイ。アイシェイ。イエス。第4問。サーティワンで売っているアイスの人気ランキング第2位。はい。はい。ストロベリーチーズケーキ。違います。はい。ホッピングシャワー。あ、それ1位だよ。はい。1位だよ。はい。罰ゲームポイント。はい。罰ゲームポイント。ではない。はい。はい。クッキークリーム。はい、惜しい。はい、クッキー&クリーム。惜しい。クッキー&クリーム。ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやいや、ずるいし、もう俺正解でよくない？なんかこれ、いや今のずるくない？すいません、私が間違えました。さっきかなえさん何て言いました？クッキー&クリーム。いや、ちょっと待って。待って。俺クッキークリームって言ってるやん。まあ、どういうこと？まあ、じゃあ譲るわ。じゃあクッキーチョコクリームだと思ったんですよ。あ、なるほどね。で、ホッピングシャワーね。まあ、これはまあ罰ゲーム。はい、罰ゲーム。さあ、ここで姉さんが1ポイント、はい、以前、私アントニー2ポイント、姉さん1ポイント、千秋ちゃん0ポイント、みやびちゃん0ポイント、みやびちゃん罰ゲームポイント2ポイント。よし、サイバーちゃんとアントニーくん、第5問、吉本男前ランキング2014年の第2位。いや、むずっ、むずっ。 2014です。ちょっとこれ回答権、回答権さ、これちょっとほんと1個無駄にしちゃうけど、一応いいかな、聞いて、アントニーどう？お抜けしなかった。うん、ざっくり、ちょっと待って、そういう年です。はい、吉村さん。違います。でも、はい。はい。パンサー向井さん。正解。ちなみに今お答えいただいた中に1位を言った方もいらっしゃいます。綾部さんだ。そうです。では第6問。はい。仕事中に気になってしまう他人の仕草。はい。ビーボーイズ。違います。はい、はい、なんか口違います違いますが、惜しいです。はい、あ、違う、はい、咀嚼音。違います。あ、舌打ち。正解です。1位はちなみに何なの？ビーボーイズ。姉さん、姉さん、うわ、全然分かんなくなってきたね。1位も罰ゲームも全然分かんなくなってきた。よし、行きましょう。はい、では第7問、一番泣いた歴代ジャンプアニメランキング。待って、ドラゴンボール。違います。はい、スラムダンク。違います。はい、2個使いました。1位は分かるのよ。1位を見越して結局、はい、はい、鬼滅の刃。正解。鬼滅、鬼滅なの。もう1位はワンピースなんだよ。そうなの、そうなの。すいません、なんかちょっと相手にならないんで、なんか何サイバー女学院で成績が良かった。サイバーちゃんとアンドリー君、サンリオのキャラクター人気ランキング2022の第2位は、シナモロール。ドラミちゃん。最後でいいからもう。ドラミちゃん。ドラクロミちゃんみたいな。ああ、クロミちゃん。クロミちゃん。違います。はい。はい。バットバツマル。違う。あ、はい。はい。キキララ。違います。はい。はい。ケロケロケロッピー。美味しい。さあ。はい。マイメロ。違います。1位。1位はちょっと出ちゃいました。うわ。やだ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 。はい、キティちゃん。違います。ポンポンプリン。正解。
なるほど。そうです。はい、じゃあ今おさらいしようか。私あたりが正解4で、姉さんが2、千秋ちゃんがまさかの0で、みやみちゃんが1で、罰ゲームポイントが姉さん2、千秋ちゃん1、みやみちゃん2ってことは、誰が一番罰ゲーム？みやみちゃんです。まあ、みやみちゃん正解で差し引きにしたら、あと1回やらないとダメなんだ。いきます。次、ドラえもんの道具で欲しいものランキング2022。うーわー、これむずっ。はい、はい、翻訳こんにゃく。1位も俺どっちって感じなんだけど、私もちょっとあれかあれだよ。そう、あ、ライトでちっちゃくするやつ、人、スモールライトね。スモールライト、はい、違います。違うか。はい、はい、タイム風呂敷。違います。いや、あ、そっち。はい、アンキパン。違います。 あった。はい、タケコプター。罰ゲームポイントにカウントしないので、うん、皆さんの中ではもう、うん、あれね、あれ、あれ、あれね、うん、あ、どこでもドアある、うん、あ、そう、そうだよね、そうだよね。で、俺タケコプターが2位かなと思ってたのに。私もいいよ。タイムスリップできるやつ。タイムマシン。タイムマシン。もしもこれだったらよかったな。もしもボックス。お、正解です。ずるくない？俺らが答え終わった後ヒントもらって、もしもボックス最後に答えず、ずるくない？残り物には服がある。なるほどね、もしもボックスね。はい、さあ最終問題。はい、最終問題最終問題はあれにしましょう。答えたら2ポイントで、1位いっちゃったら2ポイント。 OK。 では昨年の2021年流行語大賞に選ばれたその第2位。はい、はい、二刀流。違いますが1位。うわー、去年。はい、煉獄さん。違います。ヒントは、でも皆さんも絶対一回は聞いたことがある曲から出たワードです。はい、はい、スエは正解。うわー、ちょっと待って、これ激サドンデスなんじゃない？みやびじゃん。そうですね、ポイントで言うと、今まず2位を当てたポイントで言うと、アントニーさんが4ポイント、よし、かなえさん3ポイント、千秋さん2ポイント、みやびちゃん1ポイント、罰ゲームポイントで言うと、アントニーさん2ポイント、かなえさん2ポイント、千秋さん1ポイント、みやびちゃん2ポイント。なるほど。ということは優勝はアントニーでございます。いやー、早く千秋ちゃんが答えてくれてありがとう。なんか共同作業みたいなね、楽しかったな。そして最下位はみやびちゃんでございます。はい、罰ゲーム。さあ、それではいきます。罰ゲーム、おバカのみやびちゃんに浴びせるぜ、よーい、スタート。野獣に変わってみたら分かってなかった。ですよね、黒人の方がやる。それ先週ぐらいの自分じゃない？いかに？